新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。でもパパ、まだ新年じゃないよ。はい、ということで今日はこちらでございますね。はい、お試しおせちでございますね。はい、はい、なんとおせち料理を頼むためのお試しのおせちがあるのをご存知ですか皆さん。 Amazon で購入しました。ちなみにですね、最初の小芝居を取るのにですね20分ぐらいかかりましたね。お二人とも笑っちゃってね、なんかね笑いってハマっちゃって、なかなかようやくこれ開けることができます。はい、じゃあ開けて食べていきましょう。はい、これはですね冷凍で送られてきましたね。取れました、ラップが。じゃあ開きますよ、はい、せーの、はい、おーおーおー、すごい、完全におせちじゃん。うん、はい、こんな風に入ってますね。エビとか焼きうばとか、うん、伊達巻きとか、うん、黒豆でしょ、うん、あと栗きんとんなんかも入ってますね。うん、あと数の子が入ったこの何あえ物みたいなのもあるね。うん、ではいただいてみましょうか。はい、お箸もねちゃんとこのことぶきの箸でちょっとお正月感出してね、はい、食べていただいてみましょう。これどっち、どっちでもいいんだよ。このお箸初めて。まずはこの黒豆からいただきましょうか。うん、あ、おいしい。うわ、おせちやなこれ。伊達巻きをいただきます。はい、伊達巻きおいしいよ。おいしいでしょ。うまいでしょ。これくるみの甘露煮もいただきますね。はい、うんうん、おいしい。うん、ちょっとですね、我々今年の年末から来年の頭までですね、うん、旅行に行く予定でして、はい、あのおせちが食べられない、そうですよ。なので今回ですね、まあお試しおせちっていうのを発見したので、うん、先に食べちゃうということで頼んでみました。うん、うまいね。まあ、普通のおせちよりかは小さいけどね。そうだね。ちなみにこちらはおせち料理専門店の板前魂っていうところのお試しおせちですね。うん、和風一段重でございます。はい、もちろんここは本物のおせち料理もやってますので、はい、このおせちを食べて、うわこれうまい、気に入ったって方は本物を頼むということですね。うん、今回我々はお試しだけです。うん、すいません。うん、気に入ったけどね。うん、うまい。これ子持ちやりイカだって。うん、イカなんだ。そう。焼きうばもいただいてみましょうか。うん、野球？焼きうば。焼きうばね。うん、今野球盤って聞こえた。ちなみにですね、これ動画公開時の11月21日はまだ Amazon で売ってますので、11月30日発売分が売ってるみたいなので気になった方はぜひですね買って試してみてください。送料高いけどね、うん、450円でこれはすごくいいです。うん、はい、ということで今回はお試しおせちでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。でもパパ、まだ新年じゃないよ。笑っちゃった。何やってんの。でもパパ。もう大丈夫パパ。新年明けましておめでとうございます。新年明けまして。あなたこっち見てんでしょ。こっち見ちゃダメ。こっち見とかないとさ、ちょっとあっち見てる。そうでも何でか笑っちゃう。皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとう。今年もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。でも、パパ。ごめんね、じゃあ。でも、パパ、まだ新年じゃないよ。